はい、エルカチャンネルの師匠です。ちょっと残念なことがありました。会社で健康診断があったんですけど、あんまり気にはしてないんですけど、まさかの結果が出まして、なんと痛風。結果が出ました。尿酸値のですね、数値がですね、上限をちょっと超えてまして、今までもですねなかったわけではないんですけど、数字的にはそんな大したことないのかなと思って周りの人に聞いたらですね、ダメでしょみたいな話で再検査になりました。エルカチャンネル、とうとう来ましたね、痛風。言ってももうそんな年でもありますので、しょうがないかなとは思うんですけど、痛風いわゆる贅沢病ってやつですよね。ここ最近 YouTube の仕事絡みで寿司三昧しすぎたかな。やっちゃいましたね。なってしまいましたね。それに伴ってですね、体重も8キロほど太ってしまいました。まあ、一つ考えれるのは、自粛期間の時にですね、ちょっとだらけてしまったかなと。ちょうどその頃に、これじゃいけないなと思って、筋トレをやってたんですけど、もうお腹だけがすごいことになってます。エルカチャンネル、お腹とか出ちゃうとなかなか戻らないじゃないですか。いやー、ダイエットしなくちゃいけませんね。ということで今回の動画はここまでです。自堕落な生活をやっていたここ最近の現状報告でした。俺にかかってこい。